JPP 交渉差し止め意見訴訟第7回、口頭弁論期日ということで、多くの皆さんにお集まりいただきまして大変ご苦労様です。本日は2時30分から、103法廷で口頭弁論が行われますので、まあ、それにあたりまして門前集会ということで始めさせていただきたいというふうに思います。それでは初めに原中先生からご挨拶一言だけ。私この訴訟の代表を務めていながら健康を害してしまいまして、途中で、皆さんに大変ご迷惑をおかけいたしました。でもこのトランプさんが出てきてから、おそらくアメリカは協定に参加しないだろうと思いますが、しかしその後の二国間協定が非常に問題でございます。で、大臣が総理大臣がトランプさんと一番最初会見したとか、あるいはプーチンと一番最初大変なそのいろんな協定を参加していた、これは本当から言うと国民の利益を考えれば相手から来ることを待たないといけないと思うんですね。ですからそういう意味では TPP が今後どういうふうになっていくか、私は今以上にひどくなっていったら、日本の農業だけじゃなくて食の安全から全て その国民の健康、あるいはその将来の生活が破壊されるだろうと思っております。私本当に久しぶりに病院に医者でありながら病院のベッドの中でいろんな勉強をさせてもらいました。やはりいたしました。今こういうふうに立っていても少しふらつくようなまた状態なんですが、命のある限りやはり国民の皆様と一緒に、国民が将来健康で文化的な生活ができる、安心して住める、そういう国にしていくための努力に少しでも力になりたいというふうに思っております。本当にご迷惑かけて申し訳ございませんでした。ここで下げましょう。はい、ありがとうございました。続きまして現在訴訟の会の代表代行をしております池澄先生、あれ池澄先生、はい、はい、短く、はい、お願いいたします。寒さにも負けずでコート脱ぎましたからね11月のね、前回の口頭弁論に来られた方どれくらいいらっしゃいます？ちょっと手を挙げていただいて、はい、ありがとうございます。裁判長が直前になって、口頭弁論の1時間ぐらい前になって裁判長が変わったという話でね、で前回は2時間近くですね、すったもんだしました、あれにあれました。で、今日はですね、とても重要な口頭弁論になります。第7回ですね。去年おととしの5月に、2015年の5月に第1回の口頭弁論を開きました。1年半経ちました。その間に6回口頭弁論を続けてきて、そして今日がですね第7回です。前回11月には裁判長が変わりましたから、今日やるのはですね、今まで第1回目から第6回目まで私たちは何をどういうふうに主張していたかということを要約をして、坂田弁護士、岩月弁護士が更新弁論、免許を更新するの更新ですけれども、更新弁論というのを先にやります。30分か40分ぐらいしっかりやります。直接裁判長に私たちの今まで主張してきたことをね、法廷の中で直接ちゃんと聞いてくださいと、私たちの訴えを聞いて、そして法と
良心に基づいて正当な公正な判決を下してください、そういう思いで最初に臨みます。でその後、この TPP が国会の承認は強引な形で通ってしまいましたけれども、だけれども締結という細かい、例えばその後の閣議決定、それから天皇の認証、そして TPP の事務局になるニュージーランドにきちっとした文章を出しているのかいないのか、つまり TPP は日本サイドでもって締結の正式手続きをきちっと取っているのかどうか分かりません。報道を見ても分かりません。それを今日皆さん法廷の場でね、はっきりさせましょう。はっきり政府の方に、与党の方に、また裁判所の方にそれを求める、旧釈明、釈明を求める、旧釈明と言いますけれども、それも私たちを出そうと。その後にですね、その状況によって私たちがその次の主張を準備書面という形で、今日は内田さんと、それから植草さん、さらにその後漁業権や越境サービスやの準備書面を主張していく、2時半から始まって多分4時半、2時間ぐらいしっかりと時間を取ってですね、裁判官3人の裁判官、新しくなった裁判長も含めて声を届けるというふうになります。これからその方々のご紹介と一言ずつあると思いますので、ぜひ、全員が入れるように、もし入れない場合は後ほど案内があると思いますが、衆議院第2議員会館で、裏番組じゃなくてどっちが表か分かりませんが、非常に重要な、ね、映画もやりますので、もし抽選に漏れた場合はそちらの方に連れていただいて、報告集会でこの辺の、ね、ホットな情報を報告したいと思います。今日皆さんね、しっかりと、第7回の口頭弁論を私たちの声でもって、熱意でもってね、裁判官を動かすようにいたしましょう。よろしくお願いします。それでは今、代表代行の、池泉先生の方からも触れられましたけども、今日意見陳述をする予定になっております。はじめに植草先生の方から一言、決意をお願いできるようというふうに思います。皆さんこんにちは。大変寒い中お運びいただきまして本当にありがとうございます。私上着脱がずにこのままちょっと風邪をひいておりまして、大変申し訳ありませんけれどもお願いいたします。山田先生も高熱を出されて、今朝も熱がある中解熱剤を飲まれてこちらにいらっしゃるということで、原中先生も、病床にあられた中からですね、こちらにお運びいただきまして本当にありがとうございます。TPP を何としても、消滅させるということで、私たち市民が動いている、心ある政治家、政治集団と一緒に手を取って、行動しているわけですけれども、結果としてはアメリカのトランプ大統領選出ということで、このトランプさん1月20日に大統領就任ということでありますけれども、大統領就任初日に TPP からの離脱を宣言すると、約束しております。本当にやるのかどうかまだ、確認しないといけないわけですけれども、アメリカが参加しませんと発行条件を満たさないということで TPP が消滅するんではないかと、そういう期待が広がっているわけですけれども、これも山田先生、原中先生はじめ弁護団の方々、原告の皆様方、そしてこの TPP 批准阻止、そして TPP 発行阻止に向けて力を注いできた主権者の力の結集と、そのように思います。ただ安倍政権はこの後に及んでこの TPP、 アメリカが批准しなければ発行しない TPP を世界に先駆けて批准するという暴挙に及んでおりますし、場合によってはこのすでに不幽霊になっているというふうに私は表現しておりますけれども、不幽霊でさまよっているこの TPP をもう一度ゾンビのように復活させようと、アメリカをまたこの TPP に引き込もうなどという悪だくみをしておりますけれども、そのような悪だくみは許さない。 TPP は何なのかと、日本のメディアはですね、アメリカ産のステーキが安く食べられるステーキな条約なんていうこと、もう冗談のようなことを言っておりますけれども、 TPP は私たちの農業を破壊してしまう、食の安全安心も破壊してしまう、特に一番重要なのはやはりいつでもどこでも誰でも十分な医療を受けられる日本の公的保険医療制度、
これがおそらく破壊されて、十分な医療を受けられるのは一部の富裕層に限られると、まあ、こういう今のアメリカの悲惨な状況が日本に持ち込まれると、まあ、これはほぼ確実でありますし、また今、報道がいろんな形で伝えて日本の労働法制、労働規制を、改変しようと、長時間労働が良くないというような見せかけがありますけれども、実態は外国人の労働力を日本に導入するとか、残業時間の支払いをなくすとかですね、あるいは金銭解雇というものを容認すると、まあ、こういう日本の労働者の所得と、まあ、身分の安定というものを根底から覆すような、まあ、そういうことが予想されているわけです、まあ、そういうことで私たちは、TPP の真実を知らなければなりませんし、まあ、TPP を止めると同時に今後もしかすると日本とアメリカの間に二国間の協議、この中で安倍政権が TPP を批准したということは日本はここまでもう譲りますよということを示すことにもなりかねないわけですので、私たちの命は暮らし、そして未来の日本というものを守るために今後も皆様と共に力を注いでいきたいと思います。今日は法廷で私なりに意見を述べさせる予定でありますので、日本の政府司法機関、まあ、かなり腐っておりますけれども、まあ、腐っていてもやるべきことをやらなければなりませんので、今後とも頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、内田さんの方からお願いいたします。どうも皆さんご苦労様です。内田祥子です。今上草先生も言ってくださいましたが、11月にですね、こうしてここで同じように、頑張って話してきますと言って入ったんですが、冒頭ご報告があったように、まあ、その日の法廷は大荒れになってですね、今日私と上草さん、まあ、弁護団の皆さんを含めて、まあ、改めてですね、出直しで、TPP の問題を訴えるという流れになっています。で、まあ、法的な側面はですね、弁護団の皆さんずっと準備を長らくされて、今日も2時間ぐらいかかるということで話してくださると思いますので、私はですね、やはり11月の時点と大きく違うのは、もう言うまでもなく日本が批准をしてしまったという事実、これは変わったわけですね。ですから、まあ、改めてですね、この TPP というのは一体何なのかという本質的な問題をですね、私なりに指摘をしようと思っています。で、まあ、端的に言えばですね、これアメリカの選挙でもそうですし、まあ、イギリスの、EU 離脱なんか、まあ、あといろんなところで見られてますが、やはり今この貿易や投資の在り方、この、そのルールそのものですね、これがとても不公正でですね、不平等であると。だから格差や貧困が広がっている。ですから人々はですね、もうこれでは生きられないと、世界各地でですね、いろんなテーマ、いろんな分野でですね、そういう声を上げているわけですね。だから私たちもそれに呼応しなければいけないと思っています。で、まあ、ちょっと海外のことを言うとですね、まあ、今アメリカではまさに20日の就任式を前にしてですね、まあ、ちらほらですね、例の記者会見とかですね、ロシアのいろんな報道があって、本当にトランプは無事に就任式ができるのかとまで言われているような状態です。エリザベス・ウォーレンというですね、民主党上院議員はつい先日ですね、新しい大統領は、資産をですね、全部売却しなければ大統領になっちゃいけないと、そういうふうに縛る法案をですね、提出をしているとかです、まあ、いろんな動きがあります。で、まあ、同時にですね、この今アメリカではですね、この客観的には死んでいる TPP についてですね、いやまだ生きている、いや死んでいるというですね、進学論争のようなですね、激しい、両者のですね、議論、そしてワシントンやニューヨークでは、まあ、金が飛び交っていると。つまりビジネス側は TPP をなんとか復活させてですね、多少の再交渉をして、発行させたい、まあ、これに安倍とかですね、いろんな人が加勢をしているわけです。しかし、まあ、トランプ自身はしないと言って、でここはですね、ちょっとまだ読み切れない部分があります。で、私はおそらく二国間の方に持ち込まれるんじゃないかと思いますが、まあ、その危険は上田先生がおっしゃった通りです。ですから、TPP の戦いというのは決してまだ終わっていませんし、他の国ではですね、例えばオーストラリアでは、皆さんニュースでご覧になったかもしれませんが、安倍首相がですね、行って、オーストラリアの首相とですね、まあ、ぜひ TPP をもう一回復活させるじゃないかと
というようなことを言ってます。で、確かに政府はそうしようと思っていて、まあ、2月にですね、日本でやったような批准手続きがあるかもしれないというふうに。で、これに対応してですね、オーストラリアの市民団体反対運動は今もう一回ですね、絶対に批准させないという運動を改めて強くしています。ですから、そういう人たちとぜひ私たちは連帯してですね、運動をさらに継続して広げていきたいと思っています。ありがとうございました。頑張ってきます。それじゃあ山田大丈夫ですか、はい、じゃあ山田先生から。服部さんどこ行ったかな。ボリビアの映画を、あ、もういなくなったかな。はい、すいません、どうも。このままで私も話させていただきますが、今 TPP の問題で水道の問題が来年国も法律の改正を予定してて、いよいよ民営化ということになるんじゃないかと。そうするとフィリピンではまさに4倍から5倍、言ってみれば水道料金が上がったと、アメリカのベクトル社によってということで、今ボリビアが水道事業でどうなったかという映画を、実はここの傍聴の抽選に漏れた方は、この TPP 違憲訴訟の旗のもとについていっていただければ、議事堂 の国会議員会館の中でそれをしっかり見ていただきながら、我々の裁判が終わったら合流して、そしてこれからの話をまた弁護団と皆さんとの間でしっかりさせていただければと思ってます。で、私も見ましたけど、今日本では初めての映画だと思います。で、非常にいい映画だと思いますので、ぜひこれも見ていただければと思ってまして、漏れた方はそうしていただければと思ってます。今日は本当に寒い中、いっぱい集まっていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは予定の時刻になりますので、午後2時からですね、傍聴券の抽選がありますので、裁判所の係の方の指示に従いまして、抽選の方にお並びいただいて、当たった方はですね、2時半から、口頭弁論が始まりますので、そちらの方に、来ていただくと。残念ながら抽選に漏れた方は、この上り旗持ったスタッフがですね、議員会館の衆議院の第二議員会館多目的会議室で上映がありますので、そちらの方にぜひご移動をいただければというふうに思います。それじゃあ今日は弁護団、それから意見陳述の方々、精一杯頑張るようにですね、皆さんの激励の拍手をお願いして終わりたいと思います。ありがとうございます。